がとうございます。4年ぶりに出してみていかがですか？はい、もう本当に前回はまだ21歳とか2歳の頃だったので、25歳になって出せると思ってなかったので、新鮮な感激といろいろなことをさせられまして、いい思い出になりました。これはですね、長野県の諏訪湖温泉で撮りました。6月、5月ぐらいで。ロケ地がすごい綺麗で、もう温泉もすごいいいお湯だったんですけど、もうずっと浸かりっぱなしで、ものすごい汗だくで、ほんとびちょびちょの私、たくさん見てください。ちょっと私が責められるみたいな。私が M で、S でカメラマンが S で。S で、で、もうこの最後のシーンでこう結構追い詰められる、カメラマンさんにガンガン追い詰められるシーンがあって、本当に泣いちゃったっていうハプニングもありました。私の一番のおすすめとしては、あの温泉に浸かってて、まあ着てない服を着てないみたいな感じになってたりだとか、あとは OL さんのコスプレをしてちょっと誘惑してるみたいなシーンのところとかが見どころです。縛られて目隠しされてますね。そうなんです。これはベッドシーンで、最初本当は目隠しなかったんですけど、もうこいつ本当の M だから目隠ししちゃえってことで、急遽目隠しが足されて、もう顔が映ってないっていう状況になりました。今の水着のポイントもらえますか？これはですね、あのコーンフレークのキャラクターCM なんですけども、ケロックさんの CM 狙ってますか？あ、狙いたいですね。はい、ケロックさん待ってます。私個人じゃなくて、ちょっとエビスマスカッツのあのやつになっちゃうんですけど、10月30日にポニーキャニオンさんから逆走アイドルという新しいシングルが出るので、皆さんよろしくお願いします。あの責められた DVD なんですけど、はい、あのプライベートではプライベートでも M です。監督さんに前もって S か M かどっちって聞かれて、どちらかといえば M ですって答えたら、こういう脚本といいますか台本が出来上がってまして、次のタイトル M です。そうなったらいいですね。皆さんこんにちは、山中彩子です。今回私の3枚目の DVD スリルって欲望が出ました。皆さんちょっと見てください。よろしくお願いします。またねー。